こんにちは、琴の葉葵です。この花はサルスベリだと思います。この前、車で走ってる時に見かけたのですが、今日もとても綺麗に咲いてますね。暗がり声なら街道灯籠があるので来ました。綺麗な公園があるのですね。車はここに停めさせてもらいました。ここに停めると撮影場所に近いです。消防局のようです。小さいけどトライくんにいる。消防トライくんですね。前にローソンがあったところと消防局の間を入ってきました。公園です。市役所本庁跡公園。東大阪市が合併する前まであった川岸の市役所があった場所にできた公園。帰りはこちらから戻りました。消防局戻る時にも公園がありました。もう一つ公園を見に行きます。横断歩道がない。反対側も気になるけど今回は行きません。横断歩道は先にあります。さて行ってみますか。ちゃんと渡れたんやね。ほな行こか。緑道側が高くなってるんかこれ。歩くのにはいいなここ。西や東なんやね。歴史が書いてあるわ。スマホで撮影したので揺れます。旧大和川と石井川だって。詳しく書いてあるね。向こう側も続くけど行きません。
こんな近いんだ。今回は雨と風がきつかったので神社の中は見てません。ここまで戻りました。肉の自販機あるんだ。ここも倉越なら街道かな。消防局まで戻りました。消防局からの出入りがあるからこれあるんかな。パーキングまで戻りました。というわけで最後までの視聴ありがとうございました。またね。